皆さんお疲れ、サントリーハイボーズです。今日はここ最近ですね、今日までの30日ぐらいの間に購入したウイスキーを紹介していこうと思います。購入紹介動画になります。ちなみにですね、全部で13種類そして16本買ってまいりました。まあこのね、一番直近の土日が多かったんですけども、いや買いすぎましたね。動画撮るために欲しいなっていうのももちろんあるんですけど、やっぱりね、飲みたかった銘柄を見つけてしまった時に買うしかないっていうこの気持ちの高まり、抑えきれなくてね、とうとう買ってきてしまったのもいっぱいありますのでね、今日紹介したいと思います。それでは皆さん、レッツウイスキー購入紹介。はい、それではですね、今日は全部で13種類16本のウイスキープラスちょっとおまけも紹介しながらやっていこうと思います。最後までご視聴よろしくお願いします。チャンネル登録、高評価ぜひともお願いします。それではまず1本目ですね、こちらになります。はい、1本目、デュアーズ12年になります。こちらですね、フォロワーさんからもう大推しウイスキーということで教えてもらって買ってきました。デュアーズはホワイトラベルしか飲んだことなかったんですけども、12年、最高の味でした。僕も推しウイスキーの一つになっちゃいました。デュアーズ12年です。2本目、こちらドン、バスカーでございますね。バスカーの緑になります。もともと持ってたんですけども、久々に買っちゃいました。ハロウィンウイスキーということで緑枠で購入してきました。バスカー甘くて美味しいです。はい、では3本目になります。こちらドン、ブラックラベルジョニクロになります。しかもこちらですね、見えますかね、シェリーカスクフィニッシュということで、甘いシェリーの味わいがプラスされたジョニクロになります。これもね、ハロウィンウイスキーで飲ませていただきましたが、これも甘くてうまい、チョコナッツにぴったり、ジョニクロシェリーカスクフィニッシュ。はい、どんどんいきましょう。4本目になります。4本目はこちらドン、大人気グレンフィディックの12年になります。こちらも爽やかハイボール枠でたくさん飲んでおります。そうですね、もう半分ぐらいまで来ておりますが、これもうまい、安い店でね買うことができました。3480円だったかな、即買ってしまいました。こちらグレンフィディック12年、おすすめのウイスキー。はい、5本目になります。5本目はですね、 Z さんと共同購入したのでここにはないんですが、ちょっと代わりにこれで、はい、余市ではなく宮城郷になります。日課ウイスキーの宮城郷、今これしかないのでちょっと代わりで出してますが、宮城郷をキャンプ行くときにね、スーパーで定価発見しましたので買ってキャンプ場で飲んできました。 Z さんと購入しました。宮城郷、こちらもうまし。はい、6本目になります。6本目はこちら、ででん、青になります。未開封なんですけどもね、こちらは最後の方に出てくるね、抱き合わせ要因で購入しました。青になります。 700ml で、よいしょ、6本目と、はい、7本目になります。はい、これが種類一緒のやつですね。青2本でございます。はい、それでは8本目になります。8本目の前におまけで、はい、こちらも購入してきました。白州館か山崎館か迷ったんですけど、白州館またね、冷蔵庫に3本ぐらい残ってましたので、なくなってた山崎館を購入してきました。最近かなり見なくなってきましたね。ちょっとレア度が上がってるかもと思って、2本定価購入660円で買ってきました。はい、可愛くタンブラーに乗せて置いていこうと思います。はい、気を取り直して8本目ですね、こちらです。じゃん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 じゃじゃん、アランのシェリーカスク、やっと手に入れることができました。こちら、アランのシェリーカスクですね。いやいや、開けていきましょうか。まだね、見てないんですよ。よいしょ。おー、コルクが素晴らしい。こちらですね。は
い、アランのチェリーカスク、素晴らしい。早く飲みたいけどまだ開けられない。そしてそしてなんと9本目が、はい、アランのシェリーカスク2本目です。よっ、落としたら大変ですからね。はい、アランのシェリーカスク、こちらも Z さん B さんと美味しく飲んでいきたいと思います。8、9本目になります。はい、それでは10本目ですね。10本目いきましょう。ドン、コスモワインカスクでございます。いや、ワインカスクフィニッシュもね、やっとゲット。いや、いきなりあったんでね、びっくりしましたね。こちらしかもやっぱ定価って素晴らしいよね。安心して購入することができました。10本目はじゃじゃーん、コスモワインカスクフィニッシュでございます。いやいやいや、素晴らしい素晴らしい。そしてなんと11本目がじゃじゃん。こちらもですね、 Z さん B さんも飲みたいということなので多めに買ってきました。あとね、妻が甘い系が好きでね、よいしょ、飲めるウイスキーもだいぶ限られていますのでね、これなら飲めるんじゃないかなと思って選んで買ってきました。はい、コスモワインカスクフィニッシュ10本、11本目ですね。さあ、それでは12本目、9種類目になりますね。今回12本目、こちらじゃじゃーん、ガイアフローから静岡ユナイテッドエースになります。こちら500ミリになってしまったやつですよね。ちょっと500ミリにしてはお値段張りましたが、こちらも一応定価だったので買ってまいりました。テープが取れませんよ。よし、ビリビリになっちゃう。はいはいはい、開きましたよ。ユナイテッドエースでございます。ふう、卒業証書みたい。はい、あ、小さい。こうやって見るとかなり小さいですね。静岡ユナイテッドエース、シングルモルトジャパニーズウイスキーということで、スリムですが小さい。すぐなくなっちゃうかもしれませんね。はい、こちら2、4、6、8、12本目になります。はい、それでは13本目ですね、こちらでございます。でんでんでん、はい、皆さん大好き FTB フロムザバレルでございます。もうね、なくなっちゃったんですよ、前飲んでたの。ちょっとだけね、ちょっとだけプレレでしたけど、まあ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 、すごく優しいおかみさんとお話できましたのでね、買ってきました。フロムザバレル、こちらも 500ml ということで、先ほどのね、静岡ユナイテッドエースと同じ量になります。不思議ですよね、背丈はこんなに違うのに同じ量ということでね。フロムザバレル、これも凍らして飲んでいきたいと思います。それではそろそろ終盤ですね。14本目になります。こちらも欲しくて欲しくて欲しくて、やっと定価で手に入れることができました。日課ウイスキーからこちら、はい、焼きましたね、カフェモルトでございます。素晴らしい黄色、オレンジ、いや、ついにね、カフェモルトゲットできました。よくね、名古屋に見に行くんですけど、カフェグレーンはね、プレネで置いてあるんですけど、カフェモルトはプレネですら見たことなくて、さらに今回定価ということでね、もう大大大感謝ということで買ってきました。これも飲むのが楽しみでございます。はい、ということで14本目は日課カフェモルトウイスキーということでした。はい、最後2種類、15、16本目、紹介する前におさらいといきましょうか。デュアーズ12年、バスカーグリーン、ジョニクロのシェリーカスク、グレンフィディック12年、余市が置いてありますけど、宮城郷を Z さんと共同購入しました。青が2本、アランが2本、コスモワインカスクフィニッシュが2本、
静岡ユナイテッド S、 ブロンズバレル、そして日課のカフェモルトが登場ということで14本です。あちら一番奥にですね、山崎ハイボール缶も2本、おまけで買ってきました。それでは最後になります。最後はですね、あの青との抱き合わせ案件でなんと買うことができました、こちら15本目。はーい、やっと我が家にもお出まし、響きブロッサムハーモニー2023年モデルになります。やったぜ。開けていきましょうか。2021-2022と飲んではきましたがね、自分でゲットしたことはなくて、ついに、よっ、はーい、お出ましでございます。ブロッサムハーモニー、いやー嬉しい。やっぱりテンション上がりますよね。お疲れサントリー。はい、ということで15本目は響きブロッサムハーモニー2023年。やった、定価で朝並んだ甲斐がありました。こちらになります。はい、それではラスト16本目ですね。ここまで来るともう先が読める方は読めてしまうのではないでしょうか。最後はもうこれしかありませんね。こちらでございます。なんとなんとなんと我が家に来た、山崎リミテッドエディション2023でございます。ついにね、ついにノンヴィンテージしかなかった我が家にですね、リミテッドエディションが入ってまいりました。開けてまいりましょう。このね、渋い箱たまりません。よいしょ、いいねいいね。さあ開封ですね。じゃじゃじゃん。ほう、渋い渋い。皆さんの指くわえて見てるだけではもうございません。自分でゲットすることができました。なんか入ってる。お、こんなのも入ってるじゃないですか、素敵。あれ、響きにも入ってなかったっけ、こういうの。よいしょ、確か、あ、入ってるよ。やったやったやった、かっこいい。ほらほら、もう遅いか、もうみんな持ってるよね、本当に。やっとですよ、我が家にはやっとでございます。はい、ということで今回ですね、全部で16本、そして13種類のウイスキーたちが家にやってまいりました。はい、このようなねラインナップとなっております。16本13種なんでね、2本ずつのものもございます。はーい、いや、いいねいいね、これはもう最高かもしれない。はい、今回購入報告をしてまいりました。30日ぐらいの間、大体ですけどね、30日ぐらいの間に買っちゃったウイスキーたちのご紹介でございました。今後ですね、海鮮ウイスキー動画、それからライブ配信で飲んでいきたいと思いますので、ぜひこれからもハイボーズよろしくお願いします。それでは皆さん、さようなら。